第10話、江戸時代の初期をやっています。カレー駅の文化についてお話ししたいと思います。江戸時代の文化といえばですね、中学校時代に元禄文化、あるいは化政文化について習うと思いますが、それに高校では寛永期文化っていうのを習います。そして、この前ね、教育課程が変わったんですけれども、新課程の教科書で新たに法暦天明期の文化っていうのが追加されて、教科書的には現在、江戸時代の文化を、4段階に分けてね、説明をしています。細かく分けるとね、いろんな違いが見えてくるということでしょうね。まず、この今からやろうとする寛永期文化。将軍の頃なら第3代の家光頃です。で、この将軍の名前と第何代っていうのも確実にこれはね、覚えてほしいなというふうに思います。例えば高校とかだったらね、もう小テストとかをね、2回3回やって、早いうちにね、覚えさせたいっていうのが、先生たちのね、考えじゃないかなと思います。そして、中学校でも習うところの、江戸時代前半、初期から前半、元禄文化ですね。はい、これが、第5代将軍の綱吉頃ですね。そして、最近追加された法暦、天明期文化ですね。これが9代、10代ですね。9代将軍家重、そして10代将軍家春頃ですね。そして、中学校でも習うところの化政文化です。この化政文化というのは11代家成頃ですね。はい、こういう4段階の文化がありますので、これは基礎知識として押さえてください。そして何よりも基礎知識として重要なのは、将軍の名前ですね。第何代が誰々っていうことをきちんと押さえていきましょう。そして、今回はその寛永期文化ですね。この寛永期文化は3代将軍徳川家光の頃の文化ですね。そしてまだこの時代は江戸時代の初期、頭ですので、これは桃山文化に似ているんですけれども、桃山文化をベースに、確実に新しい傾向には向かっています。はい、こういうのが寛永期文化の基礎知識です。さて、じゃあ寛永期文化の中に入っていきましょう。まずは学問ですね。はい、江戸時代幕府が盛んに進めていった学問、これが儒学、とりわけ朱子学ですね。なぜなら君臣の別上下の
序を重んじる、まあ、大義名分論っていうのがあってね、その立場をわきまえてから行動しなさいっていうのが一つのこの朱子学の基本路線ですので、例えば先生とは何か、生徒とは何か、親とは何か、子とは何か、子であるんだったら子として振る舞いなさい、ね、上下の秩序を非常に重んじるわけですね。だからなんかね、自然な上下関係とかではなくて、あなたが今、子供ですか、生徒ですか、それとも上司ですか、部下ですかっていうふうに、まず立場を考えて、その立場に沿うように行動しなさいというような考え方ですので、非常にその政治をやる側にとっては便利な学問でもあるわけですね。はい、儒学者として代表的なのは、名前いきましょう、藤原の清華という人が最初にいきます。立身弁に星、そしてこれは何て言うんでしょうかね、こう浮かん無理にこう書いて、空みたいな字になんか通り過ぎでの通過の角を中を書くような感じで聖歌と読みますね。これは朱子学を徳川徳川家康に講じるわけですね。この藤原の清華というのは、この朱子学が、お坊さんや奥家さんのものを、ね、奥家さんやお坊さんの教養だったものを、家康にこういう学問がありますよと、家康もおそれはいいなと、ね、なるほどと、分かった、しかもね、その治める側、ね、国を治める側にしては便利な、ね、学問だなっていうことが分かって、これで、江戸時代 の、 その武士たちも朱子学を学ぶようになるということですね。公家やお坊さんの教養だった朱子学を、まあ、武士の世界に伝えていくというのがこの藤原の清華です。で、家康はね、清華よとね、わしに使えんかって言ったんですけれども、藤原の清華は、このね、その、お勤めが あんまり好きではなく、私の代わりにね、すごい頭いい人がいますと。これが林羅山と言います。ということで、藤原の清華が推薦した人物が林羅山という人物ですね。はい。これが家康に仕えることになります。以後、この林家、が幕府に仕え、朱子学を教える上での責任者に林家がなっていくね。幕府の朱子学の中心となるのがこの林家です。この教学の責任者っていうのは元禄時代に出てくるんですけれども、大学の神というね、そういう役職になります。さあ、文化いきます。これから先は、物があることを説明しますので、まあ、ちょっとずつ動画を止めていただいてね、ネットで検索したらそれが出てくるので、それを見ながらやるといいんじゃないかなと思います。まずじゃあ建物行きましょうね。
建築。はい。まずは、霊廟建築です。まあ、霊廟建築というか、これですね、その日光東照宮家康を神として祀った日光東照宮がやっぱりこの時代の建築の代表ですので、この家康を神として祀る。だから、亡き家康を祀る。そういうのを霊廟というね、建物、亡き家康を祀った、亡き人の、その霊を祀っている建物という意味で霊廟と言います。この日光東照宮が非常に代表的なものなので、まずこの時代に挙げます。だからですね、この日光東照宮は権現造りと言います。家康死後ね、東照大権現と家康が言われるわけですね。だから権現っていうのは家康を神として祀った時の呼び名です。だからこの建物の造りは権現造りだっていうふうに言われるわけです。はい、この権現造りは桃山文化の影響ですね。桃山文化というとすごく複雑な彫刻を施した建物ね、筑部須磨神社とかですね、そういうのの影響を受けていますので、この日光東照宮なんか行くとね、もうすごい細かい彫刻、すごい豪華な彫刻がブワーってありますよね。もう、眺めるのがね、飽きない。あるいはその三猿ですね。見猿、岩猿、聞か猿の彫刻とかね、眠り猫みたいなね、そういう名作の彫刻がたくさんあるわけですね。これは桃山文化の影響を受けた豪華な、装飾彫刻が あるということですね。これは もうネットで引かずには折れないですね。日光東照宮豪華彫刻とかやるとね、装飾彫刻とかいうふうに検索するとたくさん有名な彫刻出てくると思います。そしてもう一つですね、代表的なこの時代の建築様式はスキー屋造りですね。スキー屋造り、室町後期からの書院造りに、教科書には書院造りに草庵風の茶室を取り入れるとか書いてあるんですけども、教科書不親切ですね。草庵風の茶室ってどんな茶室っていうとね、質素で飾り気のない、見た目には粗末なんだけれども、そこが味としていいというような、質素で粗末な茶室の風合いを書院造りに生かすということですね。で、割とこう、今までのカチッとした書院造りではなくて、そういう、なんですかね、少しこうデザイン性のあるというかね、割と自由な味わいのある建築っていうことが あります。それが、桂離宮ですね、代表が。
利休ですので、誰か天皇家の別邸かなと思うと、御用勢天皇の、弟、八条宮、友人、親王の別邸です。そして、もう一つ、数寄屋造りの代表が、修学院利休ですね。利休ですので、これも天皇家の誰かの、まあ、別荘だよと。これは、呉水の天皇ですね。はい。建築はこういうものです。ネットでね、たまに引いてください。さて、絵画行きましょう。絵画は代表的な人物2人です。これが、狩野探幽ですね。これは、もちろん、狩野派から出ています。代表的作品が、大徳寺、北条、まあ、住職さんやお坊さんのお部屋という意味です。の、襖の絵、襖絵ですね。もう一人代表的なのが、俵屋宗達ですね。はい、後の、リンパというのは緒方光琳っていう人が登場して後にそれを取ってリンパと名付けられるんですけれども、実質上はこの俵屋宗達からリンパが始まるとされています。これが代表的作品が風神雷神図屏風ですね。これは非常に有名な絵なので、一回動画を止めていただいて、この風神雷神図屏風、ぜひ検索をしてください。そうしたら、あ、見たことあるなって思うはずです。今からね、動画見てくださいね。はい、見ましたか？わかりますね。こういうような、その風神雷神図屏風を描くんですけれども、このリンパっていうのは何かっていうと、今でいうデザイン集団ですね。デザイナー集団の、それがスタートで、俵屋宗達っていうのは、そのデザイン性のあるね、ちょっとこう、何かの表紙に俵屋宗達が、軽くね、イラストを描くというような感じのものであるとか、この風神雷神図屏風も俵屋宗達だけが描いたんじゃなくて、この次、後の緒方光琳とかね、もうそっくりの風神雷神図を描くわけですね。まあそういう、ある意味こう、デザイン、もののデザインね、
ちょっと工芸品に手を加えるとかね、ちょっとこの作品ね、本の表紙に手を加えるとか、そういうことをし始めたのがこの俵屋宗達、そしてデザイン集団リンパです。はい、工芸ですね。はい、工芸の代表的人物いきましょう。本阿弥光悦をまず紹介します。はい、作品としては、船橋、蒔絵、硯箱ですね。硯箱というのは、硯と筆が何本か入っていて、筆箱みたいなもんですね。ちょっと大きいサイズのね。そこに、ちょっとこう独特な形をしていますので、これも資料集かネットで見て、ください。ちょっとぽっこりした姿で、そして、こう橋をね、かけていくっていうような、そういう蒔絵の硯箱ですね。蒔絵の技法を生かした硯箱です。ちょっとこのぽっこり感が、ポイントですので、あとでよく似た八つ橋蒔絵すずり箱っていうのが出てくるので、この船橋と八つ橋は区別しなければいけませんので、ぜひその形、ぽっこりの形を確認をしてほしいなというふうに思います。ぽっこりとちょっと書いておきましょう。それとか、楽焼きですね。様式があるわけではなくて、ちょっと素朴な感じの、雑な作りとまではいかないですけど、そういう茶碗の数々を焼いて、それが、なかなかね、さすがは光悦っていうような味わいのある作風になっているということです。そして、境田。牡蠣は植物の牡蠣ですね。栄門、境田牡蠣栄門です。有田焼という焼き物で、色とりどりの絵を上薬を塗って、いろんな色を焼き物につけるという赤絵の技法を完成させるということです。で、この有田焼っていうのは何かというと、秀吉が秀吉の朝鮮出兵で、例えば九州の大名が戦いに朝鮮に行くと、そしたらその朝鮮半島で、焼き物を作る陶工ね、陶芸家を連れて帰ってきて、その技術をその九州の人たちに伝えていくと、この朝鮮人陶工の影響で、例えば九州各地で陶磁器生産ですね、
いや、本当に九州北部に住んでて、もう焼き物の街ばっかりあるなっていう感じがします。ね、陶磁器生産。この、有田焼。薩摩焼きですね。平戸焼き。平戸焼きはあんまり見たことないか。そして、鷹取焼きですね。鷹取焼きは福岡の焼き物ですね。そして、九州ではないんですけど、山口県の萩焼きなどですね。もう、九州一円ね、もう、このなどが山ほど九州にはありますので、まあ、どこどこの町にね、どこどこの焼き物があるという感じで、焼き物の、まあ、島みたいな感じに九州になっています。さて、ラストは文芸について説明しましょう。金沢市ですね。金沢市は、まあ、教訓、まあ、説話文学みたいなもんですね。こうやると罰が当たるよとか、ああね、こういうことはいいことだよということで、教訓や道徳ですね。主とする、金書きの小説、この辺がね、金蔵氏です。そして、徘徊ですね。これが松永貞徳。松永貞徳の、まあ、貞さんたちのね、徘徊ということで、まあ、徘徊、俳句ですね。この俳句を、レンガから、レンガね、室町時代というとやっぱりレンガなんですけれども、そのレンガの上の句だけでもね、味わい深いじゃないかっていうことで、上の句を取り上げて、それを、まあ、徘徊として味わおうじゃないかということで、徘徊として、徘徊を、独立させていく、というのがこの松永貞徳さんですね。はい、このような特徴やこのような作品が江戸時代の初期官営期文化の代表的作品たちということになります。今回はここまでです。